ハロー YouTube! まさかみちゃんですよね。えー、今日の YouTube のすめは、風と風鈴、<laughs> 違う違う。今日の、えー、YouTube のすめの YouTuber さんは、風鈴とともにさんです。<laughs> えー、まあ知らない方多いのかな。よくね、私のところにね、来ていただく。 いてるあの、視聴者さんでね、あの、RS チャンネルさんのお友達で、めっちゃね、RS チャンネルさんと仲良くて、で、風鈴,の風鈴とともにさん。 っていうね、あの、方なんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、あの、不具合がたくさんあって、まぁ、あ、ね、風鈴と共にシリーズの、あの、チャンネル、アカウントたくさんあるんですけども、えう、ー、その中でもね、あの、今日は風鈴と共に、えー、さんの、あの、憩いの場の方のね、リンクをちょっと下の方に貼ってるんでね、見ていただければいいかなと思います。あのね、青い動画と緑の動画。 画面が、ね、青いだけなの <laughs> それで画面がグリーンなだけなの <laughs> ええー、今現在でいうことね2本だけ上げてるんだけど <laughs> すごいねあの発想はなかったわ <laughs> あのさすがさすがに1万5千人登録者いるかみさんもかみちゃんもねあのあの発想はなかったね <laughs> ライブ中にね <laughs> あのあれって。 動画上げたから見て、っつって、<laughs> 見に行ったら、青いのよ、画面が。<laughs> 青いの。<laughs> で、また上げたから見に行ってた、このグリーンなのよ。<laughs> <laughs> もうさすがにね、驚いたね、まあね。それでまあ結構ね、いろいろね、たくさんね、あのー、コメントしてくれてね、えー、っと、ほんとね、あの、いつも、結構私って疎ってるじゃん。まあなんか知らないけどね、疎、まあ、ってんのよ、ライブとかもね。なんか1万5千人もいて、こんだけしかいないのっていうね、ぐらいの数字。でもね、私にとってはもうね、5人とか6人とかを結構ね、 うん、なんか、いい感じなんですけどね。<laughs> ダメなんですかね <laughs>、まあ。たまにね、400人とか500人とか来る時もあるけど、でも、もうやっぱりね、な、なんだろうね、うん。<laughs> うん。ダメなんだよ。だってもう,もう結構やってんすよ、私の場合は。動画も上げてるし、ショートも上げてるし、ね、なんかわけわからん、ね、あの、動画でしょ ?1 本。ショートが5本。で、あの、 ねえー、な、なだったっけあの、ショートライブもやってるし、まあ、それ以外通勤ライブとかもしてるし、もうめちゃくちゃ動画上げてるから、まあ、ね、まあ、最低でも1日7本、多い時なんてもうね、1日10本とか20本とか上げるからね、もう,もう視聴者さんがついてこれないと思うのよ。<laughs> ま、だから、少ないのが当たり前かなって。あのね、作り込んで出す人と、適当に出すタイプいてるじゃん。適当に出すタイプなんで。 で、あの、風鈴さんも、<laughs> 私みたいなタイプかなと思うんで、いろいろ数、いろんな動画を上げてね、頑張ってほしいなと思ってますね。うん。まあ、あの、本当ね、よくね、ライブとかに来てくれて、本当にね、あのね、あの、なんか助けてもらってるっていうかね、私のライブをね、あの、盛り上げてもらってます。<laughs> いやー、当にね、あの、青い動画と緑の動画はびっくりした。 まだね、あのね、その1回、一回まあ普通の、えーね、あのメインとか、まあいろいろサブのアカウントとかいろいろ持ってんだけど、ええー、この下のラインリンクに貼ってる分に関しては、えっ、ー、とね、あのね、3人しかまあ登録し,してないのかな。だからね、ぜひともね、あのね、登録してあげてくれれば嬉しいと思います。<laughs> あの、お風とともにさんの仲良しさんっていうかね、 え、知り合いの方でね、RS チャンネルさんっていうのがいてて、すごくね、編集が上手いね、高校2年生の子がいてて、その方は僕好きで、あのね、前にここの YouTube の、えー、YouTuber のすすめであげたと思うんですけど、まあ若いっていいですよね、やっぱりね。やっぱりほら、若いってやっぱり学校があるから、テストのことね。で、まあ人間関係ね、やっぱり、 おと大人になったらそんなみんな大全で団体で何かするってことないじゃないですか、やっぱりね。まあ、しょ職場、ちっちゃい会社だったら10人ちょっと15、六6人。 での集団でやるとかね。それでも基本的には一人でやってって感じだけど、学生ってやっぱりね、男の人もいたら女の人もいるし、先生もいるしね、父兄さんもいるし、まあ、周りの人たちもいるし、まあ、すごい人数の中でね、なるし、朝礼なんてドワーってなるわけでしょ、いっぱいね。まあ、今ちょっと、ね、あの、その少子化で少ないのかもしれないけども、それでもやっぱりね、たくさんの集団の中でやっていくっていうのはね、やっぱりね、大変だと思うのよ。で、子供ってやっぱり強いなと思って、その集団がある、集団 さんの中で例えば孤独になっちゃったらすごく辛いと思うのね。うん。だから、そのまだまだその精神年齢が幼い状態で学校とか集団生活に。 まあ、掘り込まれちゃって。まあ、お父さんお母さんいないからね。自分で、こう、立って生きていかなきゃいけないっていう中で、まあ、その中でね、手話選択しながら、えー、友達を作ったりね。あのー、ね、まあ、彼女を作ったり、まあ、部活をしたり、勉強したりって、いろんなことを、こう、しなきゃいけないのね。学生の頃ってね。大人になったらさ、だいたいほら、仕事だけじゃん。ね。基本的にはね。ねおっちゃんだったら仕事行って、YouTube 撮って、みたいなね。<laughs> <laughs> シャワー浴びて飯食って寝てみたいな、そんな感じの生活で、ほんとパターン化してるっていうかね、もうそこにはそのなかなか成長っていうのがない。まあ YouTube はいろいろ刺激をもらえるからいいけど、まあその中でね、やっぱり若い子たちね、風鈴とともいさんとか、RS チャンネルさんとか、まあ他にはね、エガちゃんとか来るんだけど、でもやっぱりね、あの、とてもなんていうのかな、うん、いいんじゃないのかなって思うね、うん。 だから本当ね、若い子たちが来てくれたら結構嬉しいですよね、やっぱり。うん。で、やっぱり勢いがあるし、まあ、ね、まあお話って言うたら大体ね、あの、期末とかね、中間テストとか、まあ受験のこととかね、あとは人間関係かな、友達関係とかね。うん。で、やっぱあの、 いいよね。あの、学生の頃にこういうスマホとか iPhone を持って YouTube できる時代になって、あの、若い頃の感性でこうビデオを撮っていくっていう、なかなか。おいちゃんの頃はね、何十万もするようなね、ビデオカメラだったんでね。めちゃくちゃ高いから子供なんて買えないし、またし、ね、もうとてもじゃないけど、持たしてももらえない。壊したら大変だからね。だからそれ自分で画像を撮りたいと思うと、その記録を残したいと言っても残せなかったのよ。 せいぜい書いて日記とかそんな感じじゃん。だからね、ほんと今の時代の人たちはね、恵まれてると思う。うんで、いろんな人にね、会って、まあね、ほら、あの、それで不安が取れるでしょ。っていうのは、こんなおっさんでも生きてるよ、みたいな感じなんで、あ、こんなおっちゃんでも生きていけんだ。俺もだから将来大丈夫だな、みたいなね。 2年近く、なんか、就活して全然決まんねえ、まさかみのおっちゃん大丈夫かなと思いながら、なんとかね、まあ借金とか繰り返しながら <laughs>、生活してきたんですけども。まあそれでもやっぱりね、生活しながら、 な、なんとかね。あの、まあ、家も追い出されずに、まあ、家賃もちゃんと払えたんで。で、まあ、こう生きていけるっていうね。まあ、そういうなんか、生き様みたいなのものね。こうなんか参考にしてもらったらいいと思うし、本当ね、あの、いつもね、なんか、若い子が来る、ね、風鈴と、ね、友美さんが来るとか、えー、ね、他にその、r c チャンネルさんが来るとか、え映、ー、画チャンネルさんが来るとかね、若い子たちが来ると本当ね、なんか、おじさん元気もらえるんで、これからもよろしくお願いします。 でいろんなお友達もね、あの紹介してくれるんでね、うん、RCC チャンネルさんね、めっちゃあのね、本当にね、あの、助かってます。うん、もう年齢層もね、若くなってね、おっちゃんとこの年齢層って大体50前後だったのよ。だから、若い人で30代。 年行くと、なんかもう70代とかだったんだけど、ちょっとね、幅が広ってね、こうね、10代とかも出てきてるんで、本当なんかね、幅広いなんか人たちに見られて、とっても嬉しくなっておるんでね、これからもね、お医者さんのことよろしくお願いします。ということで、今回は、風鈴と共にさんでした。<laughs> ね本当またあのね、あのー、なんだあとね、あのー、あれだね、うん。 いろいろとあると思うけど、ほんと続けて頑張ってもらいたいと思うし、みんなね、若い者同士ね、えー、仲良くやっていていただけたらいいと思ってます。やっぱり若いからね、勢いがあるんでね、あのー、ついついね、やりすぎちゃったりすることもあるけど、それも大人になったらいい思い出になるんでね。ただちょっとやっぱり法を犯したりね、ルールを破ったりすることだけはやめてほしいなと思いますよね。やっぱあのー、 いろいろとね、やっぱりね、この国は法治国家なんで、ね、あのー、まあ、資本主義で競争もあるけれども、ルールっていうのもね、ものすごく大事にしてる国なんでね、えー、当然その YouTube の規約も守って、当然ま、この国のルールも守ってね、えー、楽しい YouTube ライブをやっていただきたいと思いますしね、どんどんね、自分の感性で、どんどん撮って動画を上げていってもらったら嬉しいなと思います。<laughs> あ、すいません。えー、ということでね、えー、まちゃがちゃんでした。 えー、今日のユーチューバーの娘は風鈴とともえさんでした。ぜひともリンク貼ってるんでよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。またねー。バイバーイ。